おお、オートマチック感。どうも、今回ですけども最新シャフトのうち比べてございます。スピード41と43の2のアマチュア2人がアマチュアのためにやるしだとこです。僕結構気になってたんですけど、今まで、あまり打ったことないシャフトでした、はい、それがこちらです。はい、ヤマナ、ヤマナ GT です。はい、これはちょっと調子とか全く前情報なしで、はい、行ってみたいと思うんですけど大丈夫ですか？スペックじゃあここに出してください。そうで打ってみて本当率直な感想、はい、やっぱさ知ってから打っちゃうと、はい、ああやっぱ中調子だからとか先調子だからとか言っちゃうんで合わせに行くから。そうそうそう、そういうのがあるんで本当前情報なしで、はい、で今日はその比較のために PD 前作ね、はい、60S、はい、これを、打ち比べてみたいと思います。はい、最初は PD からいって、はい、GT っていう感じにしたい、はいはい、全く分かりません、はい、僕ら、はい、ディアマナについて。いやでもディアマナっていうとちょっとなんかハードめなイメージあるよね。そうだね、ちょっと硬いイメージ。タイガー打つってイメージがある。あ、ほんとタイガーでしょ。タイガーは俺、天性だ。タイガーってディアマナじゃないの？あ、ほんとどうだっけ。じゃあ、意見も分かれたところで早速、しだしていきたい、はい、今日はちょっとビデオカメラじゃなくて固定カメラとガーミンのダブル、はい、ダブル方式で行ってみたいと思います。エザボル。ヘッドアダス君の DSR2 なので、はい、僕たちの実用も兼ねてます。そうだね。自分のヘッドにつけるっていう。良ければ買う選択肢もある。そう、贅沢な企画でございます。で、僕はヘッドスピード今36ですか？36？ ヘッドスピード。38ぐらい。38ぐらい。まあでもまあちょっと。動画なんでちゃんと撮ります。ちょっとごめんなさ い、ね、ちょっと今のミスです。合計201ヤードです。はい、結構ね印象としてはもう硬い。右にすっぽ抜けた203。 6S だからかもしれないけど硬い。ひどいね。タイガーバリのスティンガーフェード。ちょっとひどい。戻します打ち方。戻れなくなった。分かんなくなっちゃった。ちょっとアマスクにはハードだった。結構ね硬い。6S だよね。うん、6S っていうのもあるし硬い。はい。結構俺硬いの打った時の引っ掛け。はい。211 あります。もう一回チェンジしましょう、はい、じゃあ行きます。おい、おドローで219。結構素直な感じがする。素直、うん、おお飛んでそう。227、うん、ちょっとねもしかしたらガーミンちゃんが違う、アライメントが若干ね、今ので真ん中右ちょい右に出たんでこれでまっすぐぐらいになるかな。今の何ヤード？227。はい、いいんじゃない。なんか231、はい、あれアライメントがシナリオ使って飛ばしてそうな振りやすさはあるの。硬さは感じない。なんかねちょっと力入れたら結構しなる気がする。あ、ほんと、うん、おお、いい、めっちゃいい球。これねすっぽ抜けで測られてるけどドローしてる。219ドローしてたよね。そう、うん、まっすぐ行く。あの、プラスにします。あー、これちょっともう一回行くか。もう一回
もうすらったから208ね、今のは。今のも悪くないって。俺もこの球出たな。結構意外と捕まる。なんか、なんつうんだろう、そんなに曲がるってイメージじゃなくて、なんかまっすぐどっちかに行ってた。どっちか、確かにどっちかにまっすぐだったね、うん、でも結構ドロー出たけどね、俺。あ、ほんと。俺はなんか引っ掛けのイメージ。アナウンスはちょっと完全にスライスだったね。使えてなかったな、はい、じゃあ、次は新しい、はい、本命の GT。 さっきより柔らかい感じする。ちょっとなんか軽く感じるけど 6S なんだよね。なんか打てそうな気するね。お、さっきより全然いい。ちょっとね、ここら辺が柔らかいかも、さっきに比べて。うん、200。おお、いいじゃん。ちょっと柔らかいかも。196。え、マジ。ちょっとこすってるけど202。なかなかいいフェードだったけどね、今。多少柔らかいかな。ごめん、今のいいんじゃない。いや、上から入ってる感じ。202。上から入ってる感じする。おお、いいんじゃない、今のは。これうまく打てました。211。柔らかいかな、多少。おお、これはパワーフェード。203。弾道がなんか全然こっちが良かった。柔らかい、こっちの方が、うん、あと球上がりやすい感じがする、はい、感覚的にはね、はい、感じ変わる。うん、柔らかくない。確かにさっきより柔らかいかもしれない。あとなんかこっちはかっこいい。え、かっこいいな。かっこいい、うん、うん、かっこいい。見た目がホログラム的な、うん、おお、オートマチック感。224。今のいいね。なんかシャフトが持ってってくれる感じがする。あれ、あ、弾道がさっきとちょっと上がった。232。うん、なんかさっきよりもあんま振ってないよね。振ってない。いや、なんかシャフトが持ってってくれてる。うん、あの、いいドローちょっと捕まったけど。捕まりやすいかも。217。215。優しさな。全然いいよ、さっきより。優しいよね、うん、なんかしなりもなんか感じやすい。しな る,、うん、るよね。素直だよね、うん、中調子だこれ。あ、今流行る中本じゃん。中本、あーかもね。ちょっと振ったら捕まったね。233。方向が悪い。ああ、おお、いや、なんかこの、お、ちょっとドロップ。振りやすい。225、1600回転、うん、ラストいきます。はい、おお、いい、めちゃめちゃいい。227。スピンが少ないのに、これ打ちやすいっす。球高い。
これちょっとアナス君のこのせいでちょっとねクリンって言いやすいんだけど、クリンってなった。エゾボルどうしたか。いや、そのPDに比べてすごい素直だったし、うん、なんか柔らかく感じなかった。柔らかいけどしっかりしてる感じです。ああ、変なね、よれ感はない、うん、でねじれ感はない。割としっかり玉がある、うんうん、でスキンもね少なかったよ、うん、すげえ良かった。欲しくなった。欲しくなってきた。かっこいいんだよね、ホログラム系が。なんで新しい方なんだろう。古くていいんだよ。片落ちハンターできないんだよ。なんかリヤマナってさ、こういうイメージなさ、ここが、はいはいはい、白となんかこういうべったりべた塗りのイメージなんだけど、なんかこの全体的なホログラムが、うん、おしゃれになりました。ちょっと欲しいです。5S オールスタイン。出た。なんかスピーダー NX に似たような雰囲気がある。はいはいはい。いや、これいいんじゃないですか。ちょっとね、はい、打ってみててコメントも入ってたから、はい、気になったんですね。ということで、はい、まあ、参考になったかなと思ったらいいね。お願いします。ありがとうございます。